鈴川武田がもらうよ。じゃあやっていきましょうか。今回は駿河進行をメインに実況していくよ。おお、武田信玄も使用できるんだね。楽しみだ。これより今川を攻める。父上、氏真には駿河一国を保つ器量はない。このままではいずれ徳川に、いや織田に飲み込まれよう。信長にこれ以上力を与えるわけにはいかんからね。はい、父上の王道をなすためにも。北条は黙っておりますまいな。そうだな、今川と北条の縁は深い。相模の獅子が敵に回るのは厄介じゃが、避けては通れぬこと。二人とも頼みとしておるよ。はい、父上。万全を尽くします。おお、信玄が鼓舞するのか。これは大事かもしれない。味方鼓舞が面白そうだ。すぐ進行を4つ。日没までに勝利は難しいんじゃないかな。一個一個こなしていきましょう。解散。ほい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 ほほいっていうわけで、全部賞はこんな感じです。駿河進行、詳しくは知らないから楽しみだ。今川軍こんな感じ。氏真いいな。戸田もいるね。すげえ、すごいわけじゃないけど。お、岡部元信もいますね。よし、いくよ。それでは、駿河進行をお楽しみください。谷のステージ、暗くて嫌な感じがするな。今川氏真を倒せば勝ちだよ。さて、始めるとするかね。全軍進撃、今川から駿河をもらうよ。まずは前線を押し上げていこうか。お役立様が志す王道なため、ごめんなさい、負けられない。勝ちよ。本陣守備の大役任せたよ。はっ、しかと務めてみせます。こう、お働きなど自慢にならんだ。裏切ったか。駿河は断じて渡さぬからの。あれ、今川氏真なんか弱そうな気がする。今川は恐るるに足らず。だが北条の遠兵には気を配らねば。敵将討ち取った。命令、願いを訳した寺様ら、まもなく着陣されます。ナイス。僕ら、調略の成果を見せる時だ。よし、ではさらに攻めかけよう。危ない危ない。開門。この戦、楽に勝てそうだな。大当時正成じゃないですか。正行の小賢しい策などいらぬのだ。吉本なき今川など武田の敵ではないわ。我らはこれよりは武田の将として戦う。氏真さん、お許しあれ。条約の違いがありましたね。お主らまでわしを裏切ると。なぜじゃ。いいけ、家君。苦衷を働く者、断じて許すまじ。おお、いいな。お虎だ、かわいいな。買いましたね。いいな。オトラ、岡部と小原を撃破して、
わかったわかった、いよいよ。あの者らを撃たせるわけにはいくまいぞ。味方に参じた者を切り捨てては親方様の横暴に傷をつけることになる。オッケー。ああ、鬼がいっぱいでなかなか近づけません。おお、作成功。これで彼らは簡単にはやられないね。今日はたくさんいるぞ。わしらも信玄様にお味方するぞ。見えているぞ。さらに寝返りか。条約も受けぬうちからいささか見苦しい。しかもつい先日刃を交えた者どもとはあまり当てにするべきではないか。家臣は願い、武田は勢い盛ん。勝てるはずがないの。まあ今川氏真の言ってることは当たってるね。痛かったよ。いいな、オトラ攻撃力高いな。体力削られたよ。思った以上に脆いな今川。他者として名を成そうと崩れる時は一瞬か。なんだなんだっけ。勢いに乗って中央の敵を崩そうかね。今川をお助けします。おお、早川殿まで来た。かわいいの。来た来た来た、ウジマサダをじゃあ倒していきますか。おおおおお、来てくれたか。やはり北条は、いや天は今川を見捨てぬ。勝利条件今川氏真か。これで若新は離れていくのも納得だな。敵の陣容数など関係ないよ。武田軍の盛況さ天下に示すは今ぞ。親方様に続け、今川も北条も一気に打ち破るぞ。分かった。武田の息の根を止めてくれるわ。え、何なんだ。北条綱重参る。北条綱重、めちゃくちゃ苦労と当然やだな。北条綱重のご登場か。厄介なものを連れてきてくれた。あのようなものに勝てるはずがない。やはり今川によくわかんないな。はいはい、わかった。太夫様の命で目付けとして参りました。共に綱重を撃ちましょうぞ。はい、承知いたした。今仕方なく投降したみたいだね。ナイキナイス。さあ皆の者、攻めに攻めよ。おっくらね。わしもちょっといいとこ見せちゃおうかね。その点は敵武将を武装儀で撃破せよ。本気じゃよ。痛い。北条氏真が本陣か、勝頼大丈夫かな。心配だな。親方様、さすがでございます。でもよしよし、これで攻めやすくなるね。OK。綱重が言ってるは結構いるね。人開門。
北条の援軍はあらかた叩いた。残るは今川館のみ。氏真様はわしらがお守りする。武田め、ここは通さぬぞ。あべ、ちょっと。これは信玄に任せようかな。氏真たちが倒されるなんて。けど、私一人でも今川を守り抜かなきゃ。わし、かっこよすぎかの。敵将も討ち取ったよ。今川やさが入ってきた。あれ、武将奥義？マジ、あと一人か。無双武将は二人倒さないとクリアできないんだよ。おー、開いて。ここまではたやすい。ボーカーでしたな。痛いよ、強いよ。使うしかねえ。まだかな。やばい、もう夕暮れだ。侵略すること火のごとし。わしが家臣に示していかないとね。もう夕方になっちゃうか。やばいやばい。よし、追加せよ。わし、かっこよすぎかの。慢心しておったか。今川を、氏真様をやらせはせぬ。わしが命に変えても、武田を止める。お前のような家臣がいて、なお国を保てぬとは、哀れだ。さぞ、うちに。バカな。遅れを取るだと。良い働きだ、正義。お前はまさに、真田の誉れだな。恐れ入ります。兄上がおられればこそ私も好きに働けます。待ってね、手柄の確認。無双奥義ね。じゃあやるか。無働きなど自慢にならん。ダメすぎる。氏真様、申し訳ありません。ダメすぎる。マジで見えているぞ。お前は本当に期待を裏切らないか。ごめんね、早くあるの。日没までに終わらせられてよかった。てっきり無理かと。駿河攻略おめでとうございます。いやいや、浮かれてはおられん。北条がこのまま黙っているとは思えないよ。北条とて親方様の王道を阻めはしません。断じてさせません。あ
で1個できなかったな。まあいいか。あまあいいか。よし、あれ味方武将1人やっちゃったか。多分だけど綱茂あたりにやられたんじゃないかと。おお、いっぱい手に入った。